今回の紹介はお皿です。猫のお皿を見つけました。通販ですが、茶の間っていうお茶屋さんなんですが、そこで買い求めました。ちょっと楕円形なんですよね。猫の形で後ろ側に肉球がついてます。こちらも同じです。あと別に、小鉢を頼みました。小鉢にも肉球がついてます。猫の柄がこちら側についてます。で、小さいお醤油の小皿にしてもいい小さな小皿ですね。これと同じです。こちらもね、同じように肉球がついてます。そして別に、これは湯飲みです。こちらはセットで生姜湯とか、柚子湯とかね、のセットについてた湯飲みです。持ちやすくてちょっと握る形で小さいですけど可愛くて買い求めました。これ友達も同じように湯飲みとお皿と買いましたね。小皿の方は別のタイプですけど同じようなのを持ってました。そしてこれはエコバッグです。最近みんなビニールの袋は有料化されてるので、エコバッグは持って歩いてます。猫柄ですね。もう一つあります。こんな感じ。これはあの重宝でちょっと人にあげてもいいので、もう随分買って人にプレゼントしました。もらった人たちも多分使っていると思います。ナイロン製で大きくて肩からもかけられる紐の長さのなのですごく重宝です。すごい安かったのです。これはすごい重宝でした。はい、じゃあ今回の紹介はこちらで終わりにします。